千代の和立千代やは、鎌倉時代中期の和立一族の女性。和立安森の娘。北条賢治の皇室。法名は女大善寺無着。名前は、浅場本北条死刑図による。千代のも。父安森と和立一族は下月騒動で滅ぼされ、夫である賢治は騒動に連座して失脚し、下野国に失居の身となる。千代のは出家して、 無学祖元の弟子となり、法名無着とゴース。仏教国守語録によれば、越州大主夫人が無学祖元に対して、社迦像と両言業を求めた記録がある。京都松木島に、死住院を創建した。南宋時代の初め、無着大武佐という二宋が、死住寺を建てた古事があり、無着や死住院の名前はこれにちなんだとみなされる。賢治土地与野の娘は、 足利貞ガの性質となり、着手高吉を生んでいる。なお、同じ無学祖元の弟子で、京都系愛事解散となった、無害ごと大英人六年は、安森より出生が早く、賢治より25歳年上で年が釣り合わないため、千代野ではなく、上杉氏の関係者で、足利氏との関連から千代野と混同されたものと、見られる。鎌倉の改造寺の側に、 出家した千代野が悟りを開いたという低脱の意図がある。ありがとうございます。